になんかさ得たばかりですね。動く腹踊りじゃないけど、胸踊り。働きめっちゃいいやん。動画で使おうかなと思って。さあ今日何やっていくか分かってますか？今日何の撮影ですか？今日はですね、あ、俺のキーチョン欲しいか。え、そうだよ。キーチョン私が。もう一回台本通りにやってた。ちゃんと芸能人の方。はい、今日は何をやるか分かってますか？ごめん、なんで笑うの？じゃあ、ということで今日は何やっていきますか？はい、そういう撮影じゃないですか。どういう撮影？どこのあれから発売されるのか、どっからデビューするのか分かんないですけど、そういう撮影じゃないですか。え、そういう撮影なんですか？いやらしい。ついについにミカパイセン。いや、そっちじゃない、そっちじゃない。ミカパイセン、そっち行っちゃうんですか？そっちはまだ行かないでございます。まだ行かない。まだ行かない。お母ちゃん、今後何があるか分かんない。このメンツで他何撮るんですか？もうそりゃ、あれしかない、ね、やめろその流れ。なんか今ゲーム名言おうとしてるだろ。よく見えるぞお前のチャンネルで。なんだ今の流れは。許さんぞ、許さんぞ。これちなみに台本ないからアドリブ力試されますよ。はい、でももう言っちゃっていいですか？じゃあ言ってみていいよ。え、あれ、この人もしかしてゲームタイトル知らない？信じられへん。いや、それはちょっとプロとして、プロとして、プロとして。じゃあゲームタイトルお願いします。あれ、やっぱなんかおっぱいでかい人頭悪いみたいな、なんかあれですか、もしかして。え、これあのリリース前のタイトルだから今超裏情報。さあ、ではジュエリーさん、ゲームタイトルコールお願いします。空の勇者たち。空の勇者たち。折れない心で2回言ったっすね。友達として恥ずかしくなる。はい、では実際に空の勇者たち、開発環境なんですけれども、3人で遊んでいきたいと思います。お願いします。お願いします。さあ、ではまず最初にキャラクターエディットということで、キャラクターのネームズジョブ、ジュエリーさん選んでいただきましょう。弓使い、魔術師、剣士、神官、刺客、どんなキャラで冒険に出たいですか？じゃあ弓使いで。弓使いで。かっこいい。かっこいい。あ、でもなんと性別選べるんですよ。女性にするとミカさんみたいな。あ、じゃあ最高にスタイルの印象です。あ、ありがとうございます。かわいいね。え、めっちゃかわいいね。じゃあこれ名前はね、野々宮名字なんだ。すごーい。細かくカラリットできる。髪型も選ぶ。金のショートカット。お、似てる。まあミカさんの方がかわいいけど。うん、ありがとう。で、多分今のクライアントから怒られてピー音入ってます。いや、あのミカさんの方が可愛いとは思えないんで、そこちょっと修正いただいてもいいですか？なんでやねん。さあ、ではチュートリアルやっていきたいと思います。野々宮、この力は不安定だから気をつけて。これ野々宮、野々宮。怖っ、嫌われてない、大丈夫。野々宮来た来た来た、なんか来たね。こうやって出てくる敵をこうやって戦って倒していくんですけど、でこうやってスキルを使って遠距離攻撃ができると。これが野々宮の強みですね。強い。私ソーシャルディスタンス。ソーシャルディスタンス。距離を置いて相手を倒す。そうです。出てきたスカイマ、怖がらないで。こうやってちょっとスカイマを救出します。あ、おー。でこんな感じで、あのゲーム内でスカイマを連れて歩けるんですよ。でこのスカイマを使って竜巻旋風っていう技を使えるんですよ。で、ただ連れていくだけじゃなくて、使い魔自体も一緒に戦ってくれるんですよ。で今回ね、一人でやってるんですけど、これもちろんね、あのオンライン機能もあるので、友達と一緒にこうやってでかいボスとかをね倒すということももちろんできます。ミカさんってゲームに課金することってあります？めちゃめちゃしますね、課金。どれぐらい入れちゃう？一番ヤバい時どれぐらい入れたことある？給料丸々入れたこと。丸々？マジで？うん、1ヶ月分ぐらい。100万ぐらいってこと？じゃあそんないかないけど。そんなって言い方したら、やらしいし、やらしい、やらしいな。いくらいくら？俺？でも RPG とかって最初やっぱちょっとさ、アイテム持ってそう課金した方がね。そう、確かに。こちらのゲーム、なんとですね、初チャージ返礼というね、イベントをやっておりまして、なんと120円分課金するだけでボーナスがね、3日間連続でもらえます。でこれね、正直120円だったら入れなきゃもう完全に損。もらえるラインナップがね、まあ、1日目まず最初に SSR の、紙使い魔、最強の使い魔がなんともらえてしまうと120円で。お得じゃん。なんでもうこれもうリリース初日に120円課金する人すさまじい人数いるでしょうね。うんうん、
で、2日目は、使い魔大パック、経験値とかが大量にもらえるんだね、使い魔とか、預言者の水晶とか、いろんなアイテムがもらえます。で、3日目はこちら、衣装ですね、赤ずきん。かわいい。赤ずきんちゃんの衣装などなど激レアアイテムがもらえるということで、皆さんぜひともね、20課金ボーナス、受け取ってください。こちらのゲームガチャもね、非常に面白いということで聞いていきたいんですけれども、開発環境ということで今はね、聞けないので、皆さんムービーをご覧ください。どうぞ。どうですか、美香さん、これガチャ回したくなるでしょう。いや、めちゃめちゃ回したくなりました。給料いっちゃう、考える。いい大人だから考える。3ヶ月分頑張ろうか。はい、ということで今回ですね、こちらのゲームリリース記念のキャンペーンが非常に豪華となっております。なんと当たる商品はこちら。そんなんもろっていいんですか。全部欲しいですよね。欲しい、 iPhone 欲しい。 iPhone 俺も欲しい。新しいの欲しいもん。 iPhone 13 Pro、 PlayStation 5、他にもね、選べる各種ギフトということで非常に豪華ですね。まあ、今回のね、キャンペーンもし間に合わなかったよという方もね、今後もいろんなキャンペーンあると思いますので、ぜひともね、公式 Twitter フォローしてみてはいかがでしょうか。今回こちらのゲーム、事前登録のボーナスも非常に豪華となっております。1万円分以上のゲーム内のアイテムがもらえるということで、皆さんはぜひとも事前に登録しておきましょう。アイテムガチャをなんと200連できるということで、プレイヤーの皆さんは簡単にね、ゲームの序盤をサクサクとクリアできるのではないでしょうか。ということでね、事前登録しとかないともったいないというキャンペーンやっております。こちらのゲーム、王道のね、ファンタジー RPG なんですけれども、オンライン要素もあるということで、様々な遊び方があります。これバリバリ台本読みながら喋って、2人はリアクション100点満点のやつお願いします。ここ使われてますじゃないね。そこですか。リアクションお願いしますね。なんとこちらのゲームはチームを組んで冒険に行くこともできるんですね。すごーい。知らんで。怒られろ。100点満点。さらに冒険以外にもなんとゲーム内でも釣りができるんです。すごい。さらにゲーム内でギルドを作って、ギルドの宴とかでね、ギルドの友達と一緒に遊んだりもできますし、装備や衣装を獲得して豊富なアバターでゲームを楽しむことができます。さらにね、先ほどちょっと紹介したんですけれども、スカイマというね、冒険を一緒にしてくれる仲間なんですけれども、あの子もね、もうペットみたいに可愛がることができますので、皆さんね、好きなスカイマをぜひゲットしてみてください。他にもプレイヤーごとに様々な遊び方がありますし、マルチプレイもあるということで、フレンドやね、他のユーザーさんたちと、交換システムなども利用して、たっぷり楽しんでいただければなというふうに思います。バインバインバイン。怒られるよ。モザイクかけてくれ。やらせましょうね。はい、ということでこちらのゲーム、空の勇者たち、動画概要欄からインストールできます。皆さんぜひインストールして遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。